エドワード・ベイリャルは、スコットランド独立戦争時代のスコットランド王、または王位戦勝者。スコットランド王となったジョン・ベイリャルの長子であるが、1296年に、ジョンが廃位された後、1299年まで共に、ロンドン島に遊兵された。釈放された後、父ジョンは、フランス・ピカルディの所領に引退したが、エドワードは、ソトソフである前、スコットランド総督。 サリー・ハクジョンド・ドワーレンの下で過ごした。1306年に、ロバート・ブルースが、ロバート一世として即位すると、スコットランドにおける、ベイラル家の王位は否定され、所領も没収された。1314年に、エドワード二世率いるイングランド軍がスコットランドに侵攻したが、バノック・バーンの戦いで大敗し、ロバート一世の王位は確定した。しかし、百二十九年に、 ロバート一世が亡くなり、わずか5歳のデイビッド二世が王位を継ぐと、所領を失っていたベイリアル派のスコットランド貴族たちは、イングランド王エドワード三世の支援を受け、1332年8月に、エドワード・ベイリアルを担いで、スコットランドに侵攻した。ベイリアル派はブルース派の国王軍を、ダプリン、ムーアの戦いで破り、エドワード・ベイリアルは、スクーンで、スコットランドをとして退官した。 しかし、エドワード・ベイリアルは、支援への見返りとして、南部諸州をイングランドに割上したため、スコットランド人の多くは、イングランド王の区物とみなして支持しなかった。エドワード・ベイリアルはわずかに本領のガロウェイ地域を、実効支配するのみで、極めて不安定な立場に置かれた。同年12月、アナン滞在中にアーチボルト、ダグラスの反乱軍に吸収されると、ベイリアル軍は試算した。 寝入っていたエドワード・ベイリアルは裸でイングランドに逃走したと言われる。エドワード3世は翌1333年にスコットランドへ侵攻しハリダンヒルの戦いでスコットランド軍を破って再びエドワード・ベイリアルを大いに戻したが実行支配はスコットランド南部と各地の大支配下の城に限られていた。百三十四年にマリハクジョン・ランドルフが フランスの支援を受けて、スコットランドに戻ってくると、ブルース派は勢いづき、エドワード・ベイリアルは耐えられず、再び、イングランドに逃亡した。1335年からエドワード三世は、毎年スコットランドに侵攻したが、ブルース派は戦いを避け、エドワード三世が引き返してから、再び反抗を始める状態が続いた。このため、エドワード・ベイリアルの王権は全く確立できなかった。 1337年から100年戦争が始まると、エドワード3世の関心はフランスに集中し、エドワード・ベイヤルはスコットランドで孤立した。1341年に、デイビッド2世がフランスの支援を受けて帰国したが、1346年10月にネビルズ・クロスの戦いで、イングランド軍に大敗し、囚われのみとなった。エドワード・ベイヤルがネビルズ・クロスの戦いに、 参加したのかは不明であるが、参加していたとしても重要な役割を果たしておらず、この時点ではすでに利用価値を失っていたと見られている。1350年代に入ると、デエビッド2世が囚われているにもかかわらず、エドワード・ベイリアルの王権が確立できないことは明らかになった。1356年に、エドワード・ベイリアルは退位し、エドワード3世に多いと所領を譲ったが、 すでに実質的な意味は失われていた。1364年に亡くなるまで年金をもらい、ヨークシャーでイントン生活を送った。結婚はしておらず、ベイラル家も断絶した。ありがとうございます。